プレイステーションプレイステーション 2PSXPSX はソニー株式会社が2003年12月13日から2005年にかけて販売していたハードディスク搭載 DVD レコーダー。ハイブリッドレコーダーにプレイステーション2としての機能を合わせ持つのが特徴で後のソニー関連製品で広く採用されたクロスメディアバーを最初に導入した製品としても知られる。 ソニーは PSX をハードディスクが搭載されたハイブリッドレコーダーとしているが、基本的な部品はプレイステーション2で使われているものを流用しており、まさに録画ができるプレステであった。なお、本機はプレイステーション2を展開するソニー司会者ソニーコンピュータエンタテインメントの発売製品ではない。2003年12月13日に、 250GBHDD 搭載の Dease は -7000、160GBHDD 搭載の Dease は -5000 が発売された。この希望小売価格は当時主流であった地上アナログチューナーのみ内蔵の DVD レコーダーのエントリーモデルと同水準であった。2004年9月頃に ディースはマイナス5100の実製価格が当時のハイブリッドレコーダーでは珍しい4万円台にまで下がったことがネット掲示板などでは大となり多少は販売台数が伸びた発売から半年後に加減量販店などでは DVD レコーダーの月間売り上げ1位を獲得し HDDDVD レコーダーの普及に役立ったと言われる2005年2月 PSX のウェブページ上で2004年12月に発売されたばかりの新機種の生産完了が告知された。翌3月には一貫して PSX プロジェクトを推進してきたくたらげ剣福社長が辞任。また、PlayStation Portable との連携機能は機能を改良して2005年11月に発売されたスゴロクに搭載された。さらに PSX 開発陣を スゴロク開発陣が吸収しソニーはスゴロクを発売している。2013年10月に全機種修理の受付を終了。メニュー画面にクロスバーといわれるオ列の機能を別メニューと縦列の項目ボタンを交差させて機能選択する新感覚の GUI、クロスメディアバーを導入した最初の機種でもある。PlayStation Portable Bio PlayStation 3 ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ製携帯電話や、ブラビア BD レコーダーに装備されている。発売された2003年から2004年時点では、デジタルチューナーが、幾分高価格であったため、地上波、BS アナログチューナーのみ搭載された。また、先に発売されていた HDD レコーダー、国運や、スゴロクと同じく、G ガイドによる EPG が搭載されている。 メモリースティックスロットが搭載されており、メモリースティックに保存された JPEG 方式などの画像やアトラックオーディオのファイルをスライドショー形式で再生することができる。この部分は2004年以降のスゴロクや BDZ シリーズの一部機種と PlayStation3 の本体機能にも反映されている。さらに2004年のアップデートで PSX の HDD 上の録画番組を メモリースティックにコピーし、プレイステーションポータブル等で再生できる機能も追加された。これは、BDZ シリーズのおまかせ転送機能や、プレイステーション3の地上波デジタル放送視聴キット、トーンの機能に踏襲された。デジタル放送の録画は、デジタルチューナーと RCA 端子でコンポジット接続し、出力された標準画質を内蔵 HDD へムーブする、 方法しかなかった。コピーワンスのため CPRM 非対応の初代機種ではこのムーブは不可である。2011年7月に地上波アナログ放送と BS アナログ放送の低波を迎えたためデジアナ変換されていない住宅では本気単体でのテレビ放送の録画が不可能となるため注意が必要である。プレイステーションおよびプレイステーション2の企画のソフトがプレイ可能である。 HDD やき容量の 40GB をゲーム側へ割り当て内蔵のイーサネットポートを使用することで PlayStation BB ユニットと同等の機能を持たせることもできる。PlayStation 2と比較するとコントローラポートは背面にあるためコントローラは4メートルほどのケーブルが付いた専用のものかサードパーティー製の延長ケーブルを使う必要があること USB ポートが一つしかない メモリースティック用スロットがある、メモリーカード差し込み口の形状から来る物理的な制限のため、ポーコトションに非対応などの相違がある。10年間にわたって継続されてきた PSX アップデートディスクの配布も2014年2月28日をもって完全終了することがソニー公式ホームページで発表された。ありがとうございます。